きました。叫んでる。ということは上に殺されてる。ここやったかな、こっちかな。逃げたい。まだ来んのか。うそー。はい、逃げ切れました。地下室入りましたけど暗いの怖。鍵見つけたけど、これまた拾ったら出てくるんちゃう。これ開かへん。え、どこから取れんのこれは。え、なになに、光ってるけど取れない。一旦こっちから見ます。あーやだな、もう。よっしゃ、新、何かを開けるということですね。ということは、はあ、もう出てきそうで嫌。もうあのピンピンピン、ああ、ごめんなさいごめんなさい。毎回ビビる。消えました。はあ、この椅子がまた再利用できるらしいので行きたいと思います。もう嫌やな。ご覧になってる皆さん、ちょっと叫びすぎて画面から離れるのやめてくださいね。今日撮ります。うわ、びっくりした。怖すぎやん。行けた。戻ってきたけど、はあ、やだわ。これかな。あ、これ使える鍵じゃないんや。ここ力じゃなかった。ここに何かあったよね。そういえば何かの鍵がかかってるって言ってた。何これ、こう、何これ。何これ。 YMQT どうするよ。これ何？これが何かのヒントになるんですよね。だからといって何？こっちじゃなかった、もしかして。開きました。え、何？わかった、わかった、わかった。ん？外れた。
これをあのあれで青いやつのあれか。これをあのそこに入れなあかんのでしょ。青い字でこの西の一本の絵みたいなんと、私こういうのすっごい苦手なんですよね、クイズみたいな。あら、あれっぽいけど、え、そのヒントはこの建物の中にあるんですか。そっか、それを探さなあかんのか。これだけ見ても解けるわけじゃないんですね。あ、なるほど。わかった、わかりました。また毎回間違う、これじゃない。微妙に怖っ、人持ち上げられてるみたいになってる。おお、わかりました、正解は5376です。ただ戻って数字を入れると絶対鬼出てくる。さあ、いざ鍵を開きたいと思います。3 7、別館の鍵を手に入れました。別館どこやっけ、開かない。はい、逃げ切るぞ。逃げ切りました、逃げ切りました、はあ、見えへんとは思うけど、もう手汗毎回すごい、逃げ切る前の手汗、これで別館にたどり着けるはず、逃げ切れるはず。やったぜ、これでこの館からは出れるはずです。戻ってきました、行けました、別館が開けました。ようやく本館から脱出することができました。ここからね、まだまだ別館で謎解きはあるらしいんですが、もうちょっと本当に私のカヌリの心臓が持たない、そろそろあの私の心臓が青にやられてしまいそうなので、今回は一旦こちらの本館を出たということで、今回はこれで一旦クリアということにしたいと思います。よかった、鬼から逃げれた、こんな怖いゲームやと思ってなかった、はあ、フリーゲーム版鬼いかがだったでしょうか。いや、もうビビった、もう本当に皆さんにもご迷惑かけたかもしれないぐらい私の悲鳴聞こえたのではないでしょうか。もうめちゃくちゃ怖くて手に汗握って、いや、そんなホラーなんか聞いてなくて、最初に青鬼に追いかけ回された時はどういうことって思って頭がパニックになりました。でも謎解きはすごく楽しかったです。でもなんもう怖い、それに聞きます。昔遊んだことがある人も今回初めて知ったよって方も、今はねスマホで青鬼遊べるそうですので、皆さん一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。私は今回は全てはクリアすることはできなかったのですが、すぐに挑戦したい、いや怖いっていう気持ちが勝ってるんですけど、でもあそこまで行ったから全部謎を解きたいっていう気持ちが今せめぎ合ってるので、すごいメンタル調子よくて今日は何も怖くないぜっていう時にまた挑戦してみたいと思います。その時をぜひ皆さんお楽しみにしててくださいね。それでは次回のイースポマニアもお楽しみに。あっちどっちそっち ABS